皆さんこんにちは、リーナと申します。今回は4月22日からロフトで先行販売が開始されるオールマイシングスの新作を使って、女神降臨のイムジュギョンちゃんとカンスジンちゃん風メイクをしてみました。パーソナルカラー別で選べるコスメで、メイク初心者さんにもおすすめな商品になっているので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは、リーナと申します。今回は4月22日からロフトで先行販売がスタートされるオールマイシングスのコスメを使って、女神降臨のイムジギョンちゃんとカンスジンちゃん風メイクをしていきたいと思います。で、今回使っていくオールマイシングスなんですけど、以前女神降臨風メイク1段2段でね、2回出したことあるんですけど、2段の方で使ってたコスメもオールマイシングスのものになります。で、今回そのオールマイシングスから新しいカラーと、あと別で新作が出るということなので、今回はね、そちらを使っていきたいと思います。で、まずオールマイシングスっていうブランドは、韓国でね、有名なパウダールームっていう、その韓国のネイバーのビューティー部門でね、1位をね獲得したりしているらしいんですけど、日本でいうアットコスメとかリップスのようなコミュニティなんですけど、そのパウダールームが立ち上げたブランドがオールマイシングスになります。美容好きな韓国人の方々の何万件ものレビューを集計分析して生まれた化粧品になります。なのでね、こんな化粧品が欲しいとか、ここの化粧品のここがいいみたいな意見が集約した夢のブランドになってるみたいです。メインの商品がこのアイパレットとアイグリッターとこのリップになってます。アイシャドウ、グリッター、リップの3点セットがパーソナルカラーに合わせてこんな感じでね、4色展開になってます。こっちからね、上が春、夏、秋、冬みたいな感じで4色になってます。で、今回ね、新しく追加された色がこの秋と冬のカラーということで、今回はこちらをメインに紹介していきます。前に紹介したオールマイシングスのコスメからさらにパワーアップして、中のパッケージもリニューアルされたみたいなので、こちらの方もね、紹介していきます。でね、さっき見てもらった通り3点あるんですけど、これ3つ揃えるとこんな感じでね、主人公のイムジュギョンちゃんの顔がね、完成します。この3点をね、揃えて使えば、こうメイクの迷子になることもなく、パーソナルカラーに合ったメイクができちゃうということで、簡単にね、綺麗になれる3点セットです。開けるとこんな感じのパッケージです。中もね、主人公の顔が書いてあるんですけど、後ろから見たのもね、ちゃんとこだわられていて、後ろ姿の髪の毛になってます。開けるとこんな感じです。これは新しく出た秋のカラーなんですけど、元からあった春夏のカラーは中の色は変わらず、パッケージだけ変わってるっていう感じでした。で、これアイシャドウからチークまで万能に使える、捨て色のないカラーになってます。今回は秋と冬のカラーをね、細かくレビューしていくんですけど、春夏のカラーもリクエストがあればね、4色全部比べたスウォッチ動画とかも出せたらなとは思ってます。前に使ったのは確か春向けのカラーだったと思うんですけど、そっちの方が気になる方は前の動画もね、合わせてぜひチェックしてみてください。全部合わせるとこんな感じです。これ原作のファンの方にはたまらないデザインですよね。思わずね、まとめて3点買ってしまいたくなる可愛さです。まずはこの秋のセットを使ってイムジュギョンちゃん風メイクをしていきたいと思います。後半はね、冬のセットを使ってちょっとカンスジンちゃんっぽいメイクに仕上げていくので、ちょっと長くなってしまうかもしれないんですけど、ぜひ最後までご覧ください。ベースはこんな感じで、今首との差がすごいんですけど、後でね、整えていきます。マットな感じに仕上げていきました。まずね、使っていくパレットなんですけど、こちらのオールマイシングストゥルービューティーパレットのディアローズを使用していきます。さっきも見せたんですけど、パッケージはこんな感じです。ジュギョンちゃんの顔があって、裏は後ろから見たね、髪の毛の感じになってます。開けるとこんな感じのカラーです。秋の中でも結構ミュートっていうんですかね、淡めの秋カラーになってます。全色腕に装置していきたいと思います。左上から順番に塗っていきました。こんな感じです。全体的にちょっと淡めのカラーなんですけど、発色はね、全然良くて、粉質は柔らかいんですけど、あんまり粉飛びしなさそうな感じです。で、この左上のカラーと締め色が完全にマットかなっていう感じです。で、チークに使えそうなここのカラーはシアーな感じっていうんですかね、ちょっとパールの入ってる若干ツヤ感のある色になってます。で、他がちらほらと、これがパール感強めで、ここの3色はラメが入ってます。ここのカラーがちょっとゴールドラメっぽい感じで、シルバーラメっぽいですかね。で、ゴールドとシルバーがミックスで入ってる気がします。まずここのチークカラーを取って、結構粉質は柔らかめですけど、
そんななんか粉飛びする感じではないです。目の下から横に広めに塗っていきます。すごいムラなく均一にね、綺麗に塗れます。パールが入ってるからなのか、こうハイライトを入れなくてもツヤ感が出てお肌が綺麗に見えます。かわいい。で、眉毛はここの締め色を使っていきたいと思います。ジギョンちゃんは綺麗な超平行眉で長めの細眉っていう感じなので、それを意識して描いていきます。こんな感じです。こんな感じです。で、ノーズシャドウはもうとにかく鼻先をツンと見せていきたいので、ここは V 字に入れていきます。で、眉毛からこうカーブがつながる感じで、この影も入れていきます。このカラーをちょっとハイライトの代わりに使ってみたいと思います。結構白めのベースカラーなんですけど、ラメ感がね、なんか可愛いのでちょっとやってみます。鼻先に結構いいかもしれないですね。鼻筋で、アイメイクに入っていきます。まずちょっとビューラーでまつげをしっかり上げていきます。まずはさっきね、ハイライトでちょっと使ったここのベースカラーを目元全体にのせていきます。こんな感じで目元のくすみをね、飛ばしていきます。そしたら次にこのその下のちょっとさらにベージュっぽくなったベースカラーを重ねてのせていきます。少し目元にね、深みを出す感じで、この左上のベージュにピンク、紫、秋っぽいね、この淡めのカラーを取って目頭と目尻を中心にのせていきます。ふわっと、ちょっとずつ目元に立体感が出てきてるかなと思います。下目尻にも入れます。これは涙袋のここ終わりからこう広がる感じでブレンディングブラシでぼかします。ちょっとここの赤っぽいカラーを指で取ったら目尻にのせていきます。ピンポイントでこの二重幅の部分に指でのせてもね、綺麗にボケてくれるので、初心者の方でも使いやすい質感のアイシャドウです。そのままつながるように下目尻にも、こんな感じです。締め色を平たいブラシに取ったら、ここの目尻のラインを作っていきます。黒目の終わりぐらいから結構広めにこの幅 3,4 ミリぐらい目尻を拡張するイメージで、締め色自体もふわっとした締め色なので、結構しっかりめにここを入れても強い印象にはならないかなと思います。結構柔らかい感じの印象になります。軽く目頭側のアンダーラインも入れていきます。ここの目上際に入れます。ここに赤を入れたと思うんですけど、さらに目尻を締める感じで締め色を軽くグラデーションで重ねていきます。そしたらさっきの締め色で涙袋の影を描いていきます。影は目頭側からがっつり作る感じで、ここのね、グレーっぽいカラーが意外とね、ラメが可愛いので、これを涙袋に入れていきます。今のグレーっぽいカラーとハイライトっぽい最初にのせたベースカラーを混ぜて取って、で、黒目上にのせていきます。で、アイラインはこれまた別で細かくレビュー動画を出そうと思ってるんですけど、アイラインとマスカラも新作で出るオールマイシングスのものを使っていきます。アイライン引くとこんな感じです。目頭もちょっと切開ラインを引きます。で、グリッター使っていきます。オールマイシングスのグリッターディアローズを使っていきます。ちなみにこれ締めるときにここのマークを合わせて入れて回すと、こんな感じでしっかり絵柄のところで止まるようになってます。先がチップになってます。こんな感じ、オレンジ系のグリッターになってて、大粒のねホログラムも入っているんですけど、細かいシルバーっぽいラメも入ってますけど、基本的にオレンジピンクぽい感じのカラーになってます。これをまず黒目の上にちょこんとこんな感じでのせて指でぼかしていきます。軽く、密着力が高いのでなかなかね、落ちにくいグリッターなんじゃないかなと思います。のせるとこんな感じです。で、下にもまずは黒目の下ですねにちょこんとのせて、軽く
目頭側に広げます。で、目尻は下目に、で、指でまたちょっとぼかしていきます。こんな感じです。マスカラも新しく出るやつを使っていくんですけど、これもアイライナーと一緒に詳しくねレビューをしていきたいと思います。片側メイク完成するとこんな感じです。反対側も同じようにメイクしていきます。両目メイク終わるとこんな感じです。で、リップを塗っていきます。リップはこちらです。オールマイシングスのリップティントディアローズ、こんな感じのカラーです。結構ね、みずみずしい感じでね、パッケージと色は大差ないですね。コーラル味の強いローズカラーっていう感じですかね。ティントなんでティッシュオフしてもね、しっかり色が残ります。まずは唇の中心に、唇にのせると少しマットっぽく変化します。ぼかします。すごい不思議、さっき手にのせた時はめちゃくちゃみずみずしい質感のティントだったんですけど、唇にのせるとね、結構セミマットな感じ。はい、こんな感じでイエベ秋向けのパレットを使ったメイクの完成です。いかがでしょうか。ちょっとイエベ秋の中でもミュートっぽいカラーというか、強すぎない淡いカラーになってるんですけど、ジュギョンちゃんっぽいお上品な感じのメイクに仕上がりました。前に出した女神降臨メイクに比べて、ちょっとこの地雷ラインがナチュラルになっていたり、全体的に大人っぽいメイクに仕上がってるかなと思います。次はね、ブルベ冬向けのパレットを使って今まででちょっと出してないカンスジンちゃん風のメイクをしていきたいと思います。多分同じ大人っぽいでもだいぶ雰囲気の違う大人っぽいメイクに仕上がると思うので、最後までぜひご覧ください。それでは続きをどうぞ。はい、次はブルベ冬のパレットを使ってメイクをしていきます。でもベースは仕上げてあるんですけど、さっきは結構マット系に仕上げていったんですけど、今回はグリーンベースで赤みを抑えてから、若干ねツヤ感が若干残るような感じでベースメイクは仕上げていきました。先ほどと同じ感じで、デザインはちょっと違うっていうか、もう表情が変わってるんですけど、表側にはジュギョンちゃんの顔で、後ろには後ろ姿の髪の毛のデザインになってます。これもね、全部合わせるとこんな感じでジュギョンちゃんの顔が出来上がります。さっきと同じ感じでちょっと装置をしていきたいと思います。オールマイシングストゥルービューティーパレットのディアジャスミンっていうカラーです。開けるとこんな感じ、本当に結構ブルベ向きの黄みがないパレットですね。ピンクっていうよりかはラベンダーベースのカラーになってます。腕に出すとこんな感じです。本当に黄みのない感じのパレットですね。さっきと同じように左上から順番に塗っていってます。で、今回はさっきなかった結構大粒でしっとりめのラメが入ってました。ほぼグリッターみたいな感じ、超可愛いです。で、ラベンダー紫ベースの多色ラメっていう感じですね。青っぽい緑っぽいのも入ってます。ここが紫にシルバーっぽいラメで、マットなホワイトカラーとマットな陰影カラー、パール感が強めのゴールド系のアイシャドウなんですけど、偏光ピンクっぽい細かいラメが入ってるように見えます。で、パール感の強いブラウンの締め色、ここが青みのピンクチークカラーですね。で、さっきアイブロウもアイシャドウでやっていったんですけど、今回ちょっと黒髪のウィッグをつけるので、アイブロウはまた別のものを使用していきます。こんな感じです。で、さっきは普通に別のシェーディングを使っていったんですけど、今回ね、ここのカラーが結構影っぽいというかシェーディングに使えそうなので、グレー系なんですけど、これを取っていきます。ノーズシャドウにちょっと試しに使ってみようと思います。あ、めっちゃいいかも、うん、めっちゃいいかもしれないです。ハイライトもピンクっぽい紫っぽい感じのものを入れていきます。で、チークを入れていきます。パレットの下の青みピンク、青み白みピンクを使います。チークの位置は同じく目の下から横に向かってなんですけど、ちょっと斜め上に行く感じで入れていきます。思ってた以上に発色しますね。私が地黒なんで発色するか心配だったんですけど、いい感じにポワッと綺麗に発色してくれます。で、さっきのパレットはチークがちょっとパール感があったんですけど、こっちは全くなくてマットな感じになってます。アイメイクに入っていきます。まずはやっぱりこのベースカラーを目元全体にのせていきます。この眉下ぐらいまで入れちゃいます。こんな感じで、ちょっと
まつげ上げ忘れてたんでまつげ上げていきます。さっきシェーディングで使った影カラーを取って少し目元にね立体感を出していきます。目頭側と目尻、下目尻も入れます。この紫を指に取って目尻に入れていきます。目頭側にもちょっと入れていきます。ラメがめっちゃ可愛いですね。で下目尻ブレンディングブラシでぼかします。めっちゃ濃いわけじゃないんですけどちょっと影感とか血色感を出してクールな大人っぽいメイクに仕上げていきます。でここのゴールドシャドウをまた指にとってこれは黒目の上にのせていきます。中心ですね。やっぱりこれちょっとピンクっぽい偏光ラメみたいなのこの偏光パールかが入っててめっちゃ動くと綺麗です。この締め色をブラシにとって結構濃いめに目尻のラインを入れていきます。さっきよりもちょっと締まるような感じですね。で目頭こんな感じです。結構しっかり入れてます。ちょっと二重幅を今回広げていこうと思います。アイラインは垂れさせずっていう感じでさっきよりはちょっと短めで若干跳ねる感じのラインにしました。この締め色を軽く取って目尻を締めていきます。でさっき黒目上にのせたこのゴールドを涙袋にものせていきます。このグリッターラメを取ってこれも黒目上にのせます。超綺麗。のせるとこんな感じです。めちゃくちゃ綺麗。下まぶた涙袋にはもうグリッターを使っていきます。04番のディアジャスミン同じですね。結構ねピンク系のグリッターになってます。出してみるとこんな感じです。ベースはピンク系なんですけどホログラムとラメがちょっと紫っぽい感じで偏光系のラメです。これもこんな感じ。これを涙袋にのせます。でブラックのマスカラを塗っていきます。両目メイクするとこんな感じです。スジンちゃんは左目の下にほくろがあるのでちょっとほくろも描いていきます。でリップを塗っていきます。04番のディアジャスミン出してみると結構深みのある感じのローズカラーです。同じくティントなのでティッシュオフしてもしっかり色が残ります。これも先ほどと同様まずは中央にのせていきます。やっぱ質感が不思議ですね。唇にのせるとすごいマットっぽくなる。塗り心地はすごいねみずみずしいんですけどぼかします。重ね塗りするとさらに深みが出る感じで可愛いです。ちょっとウィッグをかぶってきます。はい、ウィッグもかぶるとこんな感じです。さっきのジュギョンちゃん風メイクとはねまた違った大人っぽい感じのメイクになったかなと思います。結構しっかりクール系のお姉さんっていう感じのメイクに仕上げました。メイク初心者の方とかあとはパーソナルカラーがなんとなく分かってはいるんだけどこうコスメどんな色を選んだらいいのか分からないっていう人には特に選びやすい商品で何よりねこの同じカラー3点で揃えちゃえばメイクに迷うことなく綺麗なねメイクができると思うので気になった方はねぜひロフトとかネットとかでチェックしてみてください。またこの動画でちょろっと使ってたマスカラとかアイラインとかあと別でグリッターもあるのでまた詳しく紹介していけたらなと思ってます。最後までご覧くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。